東光寺は、兵庫県西宮市門戸西町にある高野山、新言宗の別格本山の寺院。三号は、松新山、本尊は、薬師如来。別称は、門戸薬人。日本三大薬人のうちの一つ。あらゆる最悪を打ち払うという薬人名が、有名で、薬年に当たる年齢の人が薬払いをするほか、 数えで13歳の子供が役除けと、学業成就を願って、国造菩薩に戻る13参りも行われている。初宮参り、交通安全祈願、小間木刀、人形供養も受け付けている。事伝によれば、改装の経緯は次の通りである。佐賀天皇の41歳の役年にあたる天長6年、空海により役除け祈願が行われた。その際、 佐賀天皇は、愛禅明王と、不動明王が一体となった、薬人明王となりあらゆる薬を打ち払うという、霊感を得、空海に祈願を命じた。空海は、愛禅明王と、不動明王が一体となった、薬人明王像を三体刻むと、高野山の天の大社、山城国の岩清水山田宮、そして、門戸東光寺へそれぞれ国家安隊、高下安泰、 国民安泰を願って誕生したという。しかし、現在残っているのは、投稿時のもののみである。毎年1月18.19日に、役除け大祭が2月3日に、星祭りが行われる。特に、役除け大祭では、数多くの屋台が出展され、何万人もの参拝者で賑わいを見せる。中老門その他、毎月19日役よけ霊祭、孔子大黒天霊祭。 ありがとうございます。